まあ、今、市民の皆様から議会に対しては、議会そのものには関心ある人が大多でいるんですが、なかなか議会を評価するとか、私たち市民の意見が反映されている住所は数が少ないんだと私は思いますので、こういった基本条例を作っていくということは必要だと私は思います。そこで、まだ2点をお聞きするんですが、会派の報告、報告会なんですけども、具体的なことについては今後決めるということなんですけども、ただそのよって議案によってですね、本当に私たち運営のことですと、議案によって政策の不一致が見られることがただあるわけです。で、各派の会派とも政策の論議をして、いるようには、まあ、これはしてみないかですけど、それなんかあまりやられてないように見えてるんですけど、それは完全に政策の一致だけを報告するのか、それとも不一致も含めて個人の意見はどうなんですかといった場合に、これはどのように考えているのか、この点をお聞きしたいと思います。やはり全体が一致した部分だけであるのか、至らないのかということです。そして半分目の方の問題なんですけど、まあ、今委員長の説明ですと、まあ、指針をもう一回確認する、あるいは建設的なそういう反問ということになるんだろうと思いますが、それは議長がそういうふうに認めるのか、全部議長が認めちゃうのか、それは議長の方で整理して、はい、認めますということになるのか、この点をお聞きしたいと思います。それと反問に対しまして、まあ、議員が答弁するわけなんですけど、その答弁はもちろん質問時間には入らないんだと思いますが、この点確認をさせていただきます。以上です。ありがとうございます。はい、報告会の報告事項ですが、これは各議員が反映して報告するわけですが、基本的にどこの班も共通した報告会ができるような努力をしているということが前提になると思います。会津若松市では、政策として決定したことは議会全員で決まったこと一つ、もう一つは A と B に分かれています。その場合にはA 案と B 案を併記して、まあ、報告してますって話聞きましたので、それでいけば鹿沼市議会で一致を見た政策と現在は一致を見てません、しかし A 案と B 案と C 案がありますということを報告して、さらに論議を重ねながら一致した時点で議会としての提案を提言にしてみればよろしいかなというのを考えています。それと反問権についてでありますが、あくまでも表現としては議長の許可を得てでございますので、まあ、それは許可をするしないは議長の判断に委ねることになりますので、それ以上の細かい進め方については随時また、議運なり、あるいは、幹事会、幹事代表者会等で調整をしていただくということで、この理念の中としては議員は答えているんだけども、あくまでもそれは議長の許可を議長が必要と認めたときに、答えをすること、あと時間についても当然そういう検討もされる しなければならないと思っています。以上です。はい、どうぞ。まあ、一致したものを、まあ、両部平安するようなんですけど、やはりそのうまくその市民の団体のそこの会合に行ったときにゴミの問題が出てて、全体が反対なのにこっちは賛成だって言ったときに、ギャン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 責められたときに、お前が賛成すれば決まっちゃうのに何だって言われちゃって、そういうときはどのように扱ったらいいのかなって、その点は、そこのときもただ個人だけだからこれ意見ですっていうこと、その点については質問しないようにってなるんですか。いや、もちろんそうだけど、まあ、それあった場合だよ。あった場合、言ってみとかな。よろしいですか。それは、報告会もそうですし、委員会で論議になったのは、現在ね、それぞれの議員がいろんな委員会とか行ってますよね。で、そこで大橋議員が、保育所の廃止に、廃止が提案されて黙ってたと、で帰ってきたと。で、次の人が本会議で質問したら大越議員もいてくれて賛成と取りなさいみたいなこと結構多かったですよ。議員が参加してます、議員にも了承いきますっていうふうに勝手に取られてる。でも我々議員からすると一議員のとして言ってるんであって、議員全体の共通認識を持って言ってるわけじゃないんですよ。で、そのことと報告会もある意味で共通してて、議会としてはこういう
統一事項だけはきちんと述べて、あとどうしても意見を求められた場合には一議員としてはこう考えますが、現在は議会全体としては一致していませんということでの共通認識を持っていかれれば、あの割れることないと思うし、あとは市民の要望は要望としてきちんと受け入れてもらって、公聴広報委員会の中で整理をして、今度は政策の研究の場で練って、先ほど一つになれば一つで出す、まだ平行やら平行で出す、それを何回かやっているうちに一つになるわけになって、そういうスタンスで進めていただければよろしいかなと思います。そのようなスタンスになるように努力して努力していきたいと思います。